皆様お疲れ様です。小田急タイムです。こちらは1933年頃の写真です。およそ90年が経ち、現在はどうなっているのでしょうか。こちらは戦前の写真。彼らが見ていたのは、国立競技場ではなく神宮球場での早慶戦だそうです。こちらは1954年の写真。アメリカからやってきた移動遊園地コニーアイランドショー。神宮球場の隣で開催されたようです。この移動遊園地はその後文京区でも開催。その成功によって後楽園園地が誕生するきっかけになったそうです。1926年開館、聖徳記念絵画館です。幕末から明治時代まで明治天皇の生涯の事績を描いた絵画を展示しています。こちらは戦前の聖徳記念絵画館。こちらは1928年頃の絵画館。
画館がオープンしてからまだ数年の頃、多くの観光客が確認できます。この時代、すでにセーラー服が浸透していたことがわかります。およそ100年前、彼女たちはここに存在しました。